スカッパー JSAT スカパープレミアムサービススカッパープレミアムサービスはスカッパー JSAT 株式会社が運営する衛星一般放送の有料放送管理サービスである統計124度通信衛星及び同128度通信衛星を用いて衛星一般放送事業者のスカッパーエンターテイメントがハイビジョン放送同じく第一交渉が ラジオ放送として行っている各種専門チャンネルを配信するサービスである。また、運営するスカパージェイサットは視聴契約、料金収受、番組案内、マーケティングや受信装置の企画、販売、レンタル、設置工事のあっせんといった業務も担っており、各放送事業者と視聴者との橋渡し役となっている。2012年10月1日から、現在の名称、 スカパープレミアムサービスとなっている。総チャンネル数は2020年4月時点でテレビが144チャンネル、ラジオが100チャンネルとなっているがハイビジョンになっている。契約者は全員契約したチャンネルの月額料金に加え別途基本料が必要。有料のチャンネルを1チャンネル以上契約することにより BS スカパーとスカちゃん 14K が 視聴可能となるの契約が必要。また、スカチャン 14K の視聴には、4K テレビと 4K 放送に対応した、プレミアムサービスチューナーが必要。標準画質放送は1996年9月30日から2014年5月31日まで放送されていたサービスである。SD 画質のみのサービスで、MPEG-2 方式により圧縮される。英文による、 クローズドキャプションの表示が可能。H264 による放送が開始された2008年10月1日から H264 放送と区別するため名称がスカパーン SD となり2012年10月1日から放送終了まではスカパーンプレミアムサービスとなっていた。サービス終了で H264 へ移行しなかったとみられる25万2027件が解約した。スカパーが110度 c s b s デジタルアンテナとテレビや BD レコーダーなどに内蔵された機器で手軽に加入、視聴、録画できる点が強みなのに対し、スカパープレミアムサービスはチャンネル数の多さと専門性の高さ、テレビの全チャンネルがハイビジョン画質であることを アピールポイントとしている。なおスカバーで放送されているチャンネルの大半はスカバー。プレミアムサービスでも放送している。2021年6月時点でスカバー。のみの放送でスカバー。プレミアムサービスでは放送していないチャンネルは、新 4K8K 衛星放送の有料 4K チャンネル、宝塚スカイステージとなっている。一方、グリーンチャンネルを除く。 公営競技や成人向けのアダルトチャンネル、中国の国際テレビ放送および CSPCM 音楽放送の専門チャンネルはプレミアムサービスのみの放送となっている。日経 CNBC や旅チャンネルのようにスカパー、プレミアムサービス単独での放送からスカパーとのサイマルを行った後、再度プレミアムサービスのみの放送に戻ったチャンネルもある。 国際放送については、韓国の国際テレビ放送は展開当初、在日韓国人向けの意味合いが強かったが、韓流ブーム以降、韓流スターや K-POP など、韓流ファンの日本人にも視聴者が増えている。そのこともあり、2018年の秋頃にはスカパーの CS1 ネットワークにも一部チャンネルを展開するようになった。スカパープレミアムサービスの IC カードには、 チューナー機器情報が含まれているため、型番が異なるチューナーでの使用はできず、その旨のメッセージが表示される。複数台の視聴を希望される利用者に対しては、スカパー、スカパー。プレミアムサービスの種別を問わず、加入料、基本料を免除した上で、一部の対象外チャンネルを除き、スカパー。と、スカパー。プレミアムサービスは同一のサービスを3代目まで、スカパー。 プレミアムサービスコのスカパーン。光パック HD サービスは4代目まで視聴量を半額にするサービスが適用される。例えば、スカパーン。新基本パックとスカパー高パック HD を複数利用するのであれば、加入量、基本量は1代目のみの負担ですみ、スカパーン。新基本パックの2.3代目、スカパー高パック HD の2から4代目の視聴量が、 半額となる。ただし、パック、商品が異なる場合、およびチャンネルが同じであっても、サービスが異なる放送を視聴する場合は、割引の対象とはならない。通常は、テレビショッピングの専門チャンネルなど、常に視聴料金なしで視聴できる、無料放送を行っているチャンネルはごく一部のみである。ただし、CS 放送を受信できる環境が揃っている。 世帯など新規顧客の獲得を目的に、主に、毎月第1日曜日の4時から次の日の4時までの24時間に、プレミアムサービス無料の日と称した、一斉無料放送を行っている。さらに2012年10月からは、第1日曜日を含む10日間の無料放送日を、年に力に回程度、スカパー。でのそれと同じタイミングで設けていた。 ただし、2013年12月1日をもって、MPEG-2 による、標準画質放送では400番台以外の、無料の非サービスを終了した。PPV や、成人向け放送など、無料開放を実施しないチャンネルや、番組も一部ある。なお、ケーブルテレビの中にはスカバー、から、電波の供給を受けて放送しているつぼねもあるが、セットトップボックスなど、 受信機のシステム上の都合で無料放送であっても視聴できない場合がある。その他、チャンネルによっては宣伝等のため番組間の CM 中や一部の番組、時間帯に限って一時的に無料放送を行っているケースもある。本サービスに使用されるスカパー JSAT の人工衛星の無線局は衛星機関放送局ではなく電気通信業務用人工衛星局であるため、 識別信号は非公開。スカパープレミアムサービスでは方角の異なる2つの通信衛星からそれぞれ水平及び垂直の直線変波として4種類の電波を同時送信することによって多くのチャンネルを提供可能としている。スカパーなどの BES 及び統計110度 CS デジタル放送は右線及び左線の円変波という2種類の電波を出しているが 放送衛星と通信衛星がほぼ同一の方角にあるためプレミアムサービスでは実質的に BS 統計110度の約2倍の帯域を使用している。4種類の電波を原則としてチューナーからアンテナに付属する CS コンバーターへ供給する電源に電圧変化あるいはパルス信号を与え目的のチャンネルを送信している衛星。 変化の組み合わせに一致するよう切り替える必要がある。よって一般家庭での受信ではアンテナとチューナーの間に分配器を取り付けてはいけないとされている。パーフェク TV 専用スカパープレミアムサービススカパープレミアムサービススカパープレミアムサービス2014年6月2日からスタートしたチャンネル 4K 及び2015年3月1日から 放送を開始するスカパーによる 4K サービスのためのチューナー。4KUHD 画質の映像を圧縮するために H265 方式を採用している。著作権保護のため HDCP2.2 対応テレビが必要。60P で行われるが 30P テレビでもフレームが劣るものの受信できる。放送から遅れて25日に発売されたシャープの TUUD1000 が第1号機。4K 放送対応プレミアムサービスチューナー単体は2015年4月1日よりスカパー JSAT で取り扱いを開始した。ソニー製ではあるが、店頭販売機種とは機能が一部異なる。USB 接続の外付け HDD に録画可能で、4キロ放送番組以外はスカパー。プレミアムサービスリンクに対応している。ラジオ放送は視聴できない。 衛星からの電波を受信するには、日本国内の加入世帯にパラボラアンテナを設ける。アンテナは、南南西の方角に向けて開けた場所に設置する必要があり、日本標準時13時頃に太陽が見渡せるかどうかが目安となる。一般に公表されている料金は、基本的に個人の家庭向け契約が前提のものであり、法人による契約や業務用契約の場合は、 料金が異なる。特に業務用契約の場合は、原則として、スカパーを通さず、各チャンネルの運営会社と個別に契約を結ぶ、必要がある。このため、第一交渉など一部の事業者では、スカパーのチャンネルに関する法人、業務用向けへパッケージ契約を取り扱っている。かつてのアナログ CS 放送や、ケーブルテレビ向けに放送されていた三十前後を含む、 新規のチャンネルが年々増加し、チャンネルの総数は2010年時点で約370となった。しかし放送を終了するチャンネルが相次ぎ2012年9月時点では338チャンネルに減少した。2013年は一部の標準画質チャンネルや HD チャンネルが主に3月と9月に相次いで終了したためさらに減少し、10月時点での チャンネル数は259である。パーフェク TV。時代から J スカイビー合併直後までは、プラットフォーム事業者が中心であったが、ペーパービュージャパンと共同して、日本初のペーパービュー方式による、ハリウッド映画や放が米国メジャースポーツなどの放送がパーフェク TV。視聴者にしか見られない独占コンテンツとして提供された。また、パーフェク TV。 自身の企画番組としても、日本初の音楽ライブの生中継として1997年8月には、ハウンドドッグライブイン名古屋が放送され、1997年10月11日には、東京ドームより、日本初のペーパービュー方式による、格闘技制中継イベント、プライド1ヒクソングレーシー対、高田信彦が放送された。同年12月には、 日本初の米国からの音楽ライブのペーパービュー方式による独占性中継ローリングストーンズブリッジズ2バビロンライブフロムセントルイスが放送されたペーパービュー方式ではない独自番組放送として1997年のジョルジオ・アルマーニ来日記念の東京絵画館前特設ランウェイからの日本初のファッションショーすべての生放送番組や 1997年12月31日に行われた XJAPAN ストライブのノーカット放送を翌年2月にスペースシャワー TV と共同で実施するなどした。ただし、これらの一部の格闘技、音楽イベントや J リーグなどのスポーツ番組を除いて自前のコンテンツ契約は持っていなかった。というのも、もともとパーフェクト TV とその株主は、 ペーパービュージャパン、J スカイ B は、スカイエンターテイメントや、スカイムービーズといった、独自の番組供給会社を保有していたが、合併時に、これら番組供給会社の株式は、旧プラットフォーム会社の株主に譲渡されたという、事情もある。しかし、1999年頃から、ワウワウやディレクティビーに対抗するために、自前のコンテンツを確保する方針に変更した。 特に野球、サッカー、格闘技等のスポーツコンテンツに力を入れている。2010年現在では、ケーブルテレビやインターネットテレビへの対抗策として、これらのコンテンツをスカチャンでの独占放送とする傾向がある。また、他の番組供給会社から供給を受けた番組をスカパー、独占企画としてスカチャンで放送するケースもある。2011年10月以降は、旧、 スカッパー。E2 いいへの入門チャンネルとの位置づけの BS スカッパーが開局したことから、これらは BS スカッパーでの放送が多くなっている。ありがとうございます。